私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。爆笑予言、広瀬すず桜井翔のネメシス映画化決定決定。需要はあるのか。ネメシス映画化は間違いだった。ワーナーブラザーズの公式 YouTube チャンネルでは、広瀬、桜井、江口のコメントを公開。およそ4分間にわたって、映画化への意気込みや脚本の複雑さ、ドラマとは違う空気感などを語っている。キャストが前向きなコメントを寄せる一方で、ネットユーザーは新逆の反応を示しており、そんなに評判良かったっけ？最高につまらなかったけど映画化の需要あるのかね？面白くない桜井翔の演技は見ていられない。しない。なのに映画化って。これ視聴率悪かったやつだよね。なんで映画化しちゃうんだろう。連ドラの時脇のキャストの良さが全く生かされてなくて残念だったんだよな。橋勘と返し黒剣も出てたのにさ。といった辛辣な意見が寄せられていた。ネメシスと同じような物語構成世界観を売りにしており、ドラマから映画化した作品として挙げられるのが深田恭子主演のルパンの娘フジテレビ系でしょう。最終回の視聴率は 4.8%、 ビデオリサーチ調べ関東地区と振るいませんでしたが、映画化には多くのファンが納得していました。というのも、ルパンの娘にはファンも多く、演技派の深田をはじめ、瀬戸康文や渡部篤郎の人気が高かったから。一方で、ネメシスはファンが少なく、演技の評判が良い俳優の起用も少なかった印象を受けます。人気の有無に関係なく、最初から映画化までが決定していたのかもしれませんね。映画ライター。早くも批判が相次ぐ同作だが、YouTube にて広瀬は間違いなくパワーアップしていることだけはわかる。きっとすごい映画ができると思います。と力強いコメントを残している。果たして劇場版をヒットに導くことはできるのだろうか。2021年春クールで放送された謎解き連続ドラマ、ネメシス。2023年3月31日に続編となる映画ネメシス黄金螺旋の謎が公開されることが発表された。嵐の桜井翔と実力派俳優の広瀬すずが W 主演を務める同作だが、ネット上では早くも爆死を予想する声が後を絶たない。ドラマ、ネメシスは天才助手の美人アンナ、広瀬とポンコツ探偵風真子と直樹、桜井が次々と難事件を解決する物語。大島優子や橋本環奈、友坂理恵、中村徹といった豪華俳優陣が脇を固めていたことでも注目を集めた。来春公開される映画はドラマの最終話から2年後が舞台になると発表されている。8日に公開された映画ポスターには、謎を解くたび、誰かが死ぬ、と不吉なコピーが、笑顔のアンナと、不穏な表情の風真、探偵事務所の CEO 栗田和明、江口洋介が描かれている。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。